ラピッド、トランジットとは、シンガポールのラピッドトランジット。南北線、東西線、北東線、環状線、ダウンタウン線の5路線が開業している。運営は、南北線、東西線、環状線が、スマートトレインズ、北東線とダウンタウン線が、SBS トランジットにより行われており、それらを陸上交通庁が統括している。期間は、 すべて1 4 3 5ト、mm、ル。電化方式は北東線のみが直流線5 0 0ト架空線終電、その他が直流7 5 0トの第三機上終電。地下鉄と一般に言われるが、地下を走るのは都市部のみで、路線のほとんどは高架である。駅は地下駅もしくは高架駅で、地下駅には当初よりすべてスクリーンドアが設置されており、 公開機に関しても安全に配慮し、スクリーンドアが設置された。最初の MRT 計画は、1967年に、1992年までに、都市鉄道が必要になるとして、当時の都市プランナーより定起されたものに遡る。その後、バスのみの交通システムの方が、コスト的に有利であるとの議論もなされたが、リークアニュー首相は、バスのみの交通システムは、 極めて狭い国土の中では適切ではないとの判断を下した。50億シンガポールドルの MRT 初期建設費は当時のシンガポール最大の公共プロジェクトとして1983年10月22日にシャンロードで開始された。MRT ネットワークは段階的に建設され、まずはシンガポールの中心部を通り多くの利用客が見込まれる。 南北線から着手された。MRTC が1983年10月14日に設立され、マスラピッドトランジットオーソリティの職責を引き継いだ。MRTC は後にスマートコーポレーションと改名された。1987年11月7日に南北線が総延長 6km5 つの駅で開業にこぎつけた。 その後、15の駅が開業し、1988年3月12日に MRT システムの正式スタートがリー首相によって宣言された。さらに21駅が相次いで開業し、1990年7月6日の東西線、分励駅の開業は、計画より2年も早くなるなど、建設は急ピッチで進められた。2013年度に一部開業。 しかし、第1段階の開業では、環状線の支線という扱いになる。第2期区間は2015年12月27日に営業を開始し、2017年10月21日に第3期が開業した。環状線と同じダウンタウン線は3両編成で運行予定。計画されていたトムソン線とイースタンリージョン線を1本にした路線で、ウッドランズ、 ノース駅からマリーナベイ駅を経由して、スンゲーベドック駅までを結ぶ路線。2020年1月31日に第1期区間が開業した。その後順次延伸され、第5期区間は2024年開業予定。シンガポール地下鉄 C151 系電車車内に貼ってある渓谷ファインファインと言われるシンガポールでは、 電車に関しても数々の法律が存在する。ただ現状では携帯電話の通話については規制されていない。水を飲む、ドリアンを持ち込むといった行為も厳しく禁止されている。罰金の例シンガポール全体の人口が移民により増加していることもあり、地下鉄利用者の数も増加中。8時台の通勤ラッシュが著しくなったことから、 2013年6月には政府が資金を出して始発から7時45分までに市内中心部の駅に降車する客の運賃を無料にする試験的な取り組みが行われた。数パーセントではあるが混雑のピークを緩和する効果が認められたため早朝時間帯の運賃無料化は2014年まで継続される予定。日本の JR や私鉄などと同じく 普通乗車券は紙のものが発行されるが IC チップが内蔵されており定期券サイズである。改札を出る際、乗車券は回収はされず、1枚の乗車券は最大で6回まで再利用できる仕組みである。ただし、発行日から30日以内という期限付け。紙の乗車券を持っていない状態で券売機にて乗車券を購入する際は、 本来の運賃とは別に乗車券のデポジットとして0.1シンガポールドルを徴収される。再利用可能な紙の乗車券を持った状態で、券売機を利用する際は、その乗車券を券売機に設置されている読み取り部に置くと、自動的に運賃が支払われ、持参した乗車券に乗車券としてのデータが記録される仕組みである。3回目の乗車の際、 本来の運賃から0.1シンガポールドルを引いた運賃を支払うことになり、その際に最初に支払ったデポジット分は相殺される。さらに、その乗車券でできる最後の乗車、つまり6回目の乗車の際も本来の運賃の0.1シンガポールドル引きの運賃を支払うことになり、その際は0.1シンガポールドルの割引を受けたということになる。かつては、 プラスチック製の IC 式普通乗車券が発行され、改札を出た後に、デポジット返却機を使い、IC 式普通乗車券を返却、デポジットの返却を受けるシステムだった。当時の IC 式普通乗車券に対するデポジットは、一シンガポールドルであった。また、e ージーリンクカードと呼ばれる、IC 乗車カードもあり、MRT 以外にも、 バスなどの交通機関や駐車場、コンビニでの支払い等にも使える。本カードを使うと割引運賃が適用され、地下鉄とバスを乗り継いで利用した場合、総移動距離で運賃が計算される、総距離性運賃が適用されるため、普通乗車券を利用するよりも安くなる。この制度は公共交通機関がスマートを中心に統一されていることが背景にある。 2019年4月4日より NFC 機能を利用したシンプライ語サービスを開始し、マスターカードコンタクトレスやビザのタッチ決済、NFC に対応した Apple Pay、Google Pay でも乗車できるようになった。Sharp2005 P66 Fetian Fang Sustainable Urban Transportation Planning and Development Issues and Challenges for Singapore Department of Civil Engineering National University of Singapore http://citeserx.ist.psu.edu/.viwdoc/.download.do=10.11.1199246&rep=rep1& タイプイコール PDF2008 年12月18日、閲覧。AB1982 ザイヤーワークビギャン。ラントトランスポートオーソリティ2013年11月16日、閲覧。リーシウフーニアンドチャンドラモーハンインメモリアムオンテンチョンエプロフィール。チャンネルヌーゼージアオリジナルの2002年2月23日時点におけるアーカイブ。 h t t p s <cues> w e b a r c h i v e o r g 2 0 0 2 0 2 2 3 2 2 0 9 h t t p w w w c h a n e l n e w s a s i a c o m c n a o b i t u r i s o n g t e n g c h e o n g s p e c i a l 2 元 HTM2007 年11月26日閲覧 AB マスラピッドトランジットコーポレーションシンガポール1988ピアニッシモ89マスラピッドトランジットコーポレーションシンガポール 1988P10 シャープ 2005P109 ノースサウスラインラントトランスポートオーソリティ2014年11月22日閲覧 AB East ウアストライン陸上交通庁2014年11月22日閲覧 ABC コーポレート・アワービジネススマートコーポレーションリミテッド2015年4月24日閲覧 AB オーバービューノースイーストライン SBS トランジットリミテッド2014年6月23日閲覧 シンガポール地下鉄の早朝無料で、混雑緩和。NHK ニュース。http://www3.nhk.or.jp://html:/20130702//k10015731491000.html2013 n e w, w s 年4月5日閲覧。ありがとうございます。